優勝戦1号艇徳増秀樹選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今現在エンジンの仕上がり具合教えてください。十分に引き出してると思ってます。特にこの辺がいいですよっていうところは何かありますか？ターン周りとか行き足とか、伸びも悪くないです。今節スタートはいかがでしょうか？夜なら大丈夫だと思ってます。スローダッシュ、特に見えやすい見えづらいっていうのは、もうダッシュはもう見えないんで、時計が遠すぎて、スローになると思います。当然ここはね、優勝戦は1号艇ということで陰線ということになりそうですかね。陰は死守します。わかりました。それでは優勝戦に向けてもう一言お願いします。はい、精一杯やります。優勝戦2号艇の福来選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。現在の仕上がり具合はいかがですか？エンジンは、エンジンはすごいいいんですけども、なんかうまく引き出し切れてないのかなっていう感じはしますね。今現在の手応えとしては、まずまず平均点ぐらいなんでしょうか？自分の中ではだいぶいい感じに来てるんじゃないかなとは思うんですけども、ただやっぱりまだ若干乗りづらかったりする時があるので、そのあたり考えると、いい仕上がりではないかなっていうふうに思います。今節桐生でのスタートはいかがですか？スローの方はだいぶ分かるようになってきて、ダッシュ以外だったらスタートはもう大丈夫だと思ってます。それでは優勝戦に向けてあと一言お願いします。はい、まだ桐生優勝したことないので、優勝できるように一生懸命頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。優勝戦3号艇中澤和志選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今現在エンジンの仕上がり具合教えてください。パーセントを考えると全然いいと思います。はい、初日からずっといいですか？やっぱもらった時はちょっとしっくりこなかったんですけど、このぐらいかなっていうところには来てます。はい、今節スタートはどうでしょう？大体そんなに早いのはいかない気持ちで行ってますけど。3号艇なんですけれども、はい、コース的にはいかがでしょうか？何もなければ大体いつも枠なりなんで。はい、それでは優勝戦に向けてあと一言お願いします。はい、遅れないように、失敗しないように頑張ります。優勝戦4号艇石岡翔太選手です。輸出おめでとうございます。よろしくお願いします。地元の水面で優勝戦まで来ました。いかがですか？もう優勝狙って走るだけだと思います。ブス島選手が仕上げたエンジン、乗り心地どうでしょう？乗りやすさもあるし、全体的の足もいいんでレースしやすいですね。今節スタートはどうですか？気持ちでタイミングが変わってきちゃうんで、やっぱりビビるとスタート遅れちゃうし、しっかり勘通りいければいいスタートいけると思います。4号艇という枠番なんですが、どの辺からいきたいっていうのはありますか？もう4コースを想定してレースいきたいと思います。わかりました。それでは初優勝に向けてあと一言お願いします。精一杯走ります。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇吉田充選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今現在エンジンの仕上がり具合いかがでしょうか？僕の中ではもういっぱいいっぱいなところに来てると思います。昨日の順位はなんとか立て直すことができたと思ってるんで、はい、今節のスタートはいかがですか？自分の中ではいけるところを行ってるつもりで、やっぱりちょっと足が来ないと遅れたりとか、なんか感が合わない時がありますけど、大体自分の勘通りいけてます。はい、ダッシュスロー、見えやすい見えづらいありますか？ダッシュの方が見えやすいんですけど、はい、昼夜はどうですか？あんまり関係ないです。そうです。はい、はい、ここは5号艇という枠番なんですが、はい、コース的にどうでしょう？5コースは死守したいと思います。スローでもダッシュでもですね。優勝すれば6年ぶりの優勝ということになりますが、ですね、ちょっともう最近絶不調なんで、はい、ちょっともう乗れたこと自体が奇跡みたいな自分で思ってるんで。そうですか。はい、はい、あと一言優勝戦に向けてお願いします。もうせっかく乗ったんでね、いいところ見せたいと思いますんで応援よろしくお願いします。優勝戦6号艇浅見正勝選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今節ここまでのエンジンの仕上がり具合いかがでしょうか？はい、やや伸び型だったんですけども、だんだん普通になってきまして、で昨日ちょっと時間があった時に一からギアケース点検したら、悪いところ見つかって、で整備士さんにしっかりやってもらって全体的に良くなりました。今節スタートはどうですか？スタートはなかなか全速ではいけないんですけども、タイミング的には保険かけて、
勘通りだと思います。6号艇という枠番ですが、まあ、希望としてはコースどうお考えですか？それも昨日考えるつもりだったんですけど、それも考える間もなく寝ちゃったんで、まあよっぽどなければ6コースかなっていう感じではいますね。はい、わかりました。優勝戦に向けてあと一言お願いします。はい、久しぶりの優勝戦なんですけれども、チャンス生かせるよう精一杯頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。